今回は頑張って落ち着けます。Q&A コーナー。はい。皆さんからメールをいただいておりますので、早速ご紹介していきたいと思います。はーい。メールの紹介です。カッペさんお願いします。はい。まず最初はですね、サイバーネーム、クミコさんからいただきました。あざす。神谷さん、本当にお帰りなさい。ということで、とにかくお声を聞くまでドッキリかと信じられませんでしたって、そんなドッキリはやんねえよ、みたいな。まあ、俺たちもそう思ってたりしてね、みたいな。第3弾の投稿。で、また香りに会えるのを首を長くして待ってます。はい。質問ですが、香りのセリフや、所作で印象に残ってる、まあ、シリドラマで所作を聞かれてもね、なかなか困るもんがありますがね、はい、残っているものは何ですか、私は鬼は嫌いかというセリフが好きです、自分を好きかではなく遠回しに言いつつその言葉にいろいろな思いがこもっていて何とも言えない物悲しい気持ちになります、神谷さんはどんな思いで演じていらっしゃいますか。あーなるほどね。でもね、所作って書いてあるじゃないですか。はいはい。よくこのあの作品に関しては言うんですけれども、うん、はい、とがきが多いんですよ。とがき多いね。ね、うん、非常にだからやりやすいっちゃやりやすいんですけれども、そうだね。こういうことをしてるんだなっていうことは、うん、とても欲しい、欲しいというか情報としてね、うん、僕らもらいたいことなんで。そうなんですよね。はい、なので僕香りに関しては特にあのね、三点リーダーの点点点っていうセリフがすっごい多いんですよ。多いね、ほんとね。そうなんですよ。で、その、てんてんてんの中に、うん、トガキが3行ぐらい書いてあったりとかするんで、うん、なんかやった方がいいですかってよく、なんか、言ってたよね。で、基本的には僕、全部やる方向でやってるんですよ。はい、はい。っていうのも、例えば、10個てんてんてんがあったとしたら、10通りのてんてんてんを演じ分けてやろうぐらいな勢いで来てるんですけど、うん、まあ、それ、どれでできてるか、皆さんに判断していただくとして、うん、でも、まあ、やった方がいいところと やらない方がいいところっていうのは当然あるわけであって、はい、その判断は基本的にはディレクターさんにお任せはしていますけれども、なるほどね。基本的には全部やってます。あ、なので、はい、まあ、台本ね、皆さんの手元にはないのでわかんないかもしれないですけども、香りがなんか、はい、とか、とかやったら、なんかやってると思ってください。台本上は、てんてんてんだったんだなと。てんてんてんだったと。なるほどね。それはなんか鼻で笑ったりとか、いろいろやってるんで、うん、その辺皆さん、楽しみに聞いてくれたらいいんじゃないかと思うんですけども。はい。長丸はどうでしたか？なんか、印象的なセリフとかあります？そうですね。だから、長丸はだから、印象的なセリフっていうよりも、うん、さっきも言っちゃいましたけれども、うん、方言だっていう。お国言葉ね。お国言葉だっていうことが、もう何よりも一番ですよね。うん。あとは岩名取ってくる。それしかないんだよ、やっぱり、みたいな。あるでしょ、他に。うん。でも、やっぱり、うん、なんだろう、自分のこう、得意な言葉とかね、うんうん、で、こう、やれるっていうのはとても楽しかったですね。うん。そう、もうほんと、素晴らしいね。だから、本当に、なんだろうね、そこでこう、やんちゃ、とってもやんちゃっていう、だから、うん、長丸はだからね、特にこう、セリフとしては、じゃあ、これがものすごい大事だとかみたいな、セリフがあるわけではないんですけれども。そんなこと言っていいですか？いやでも、なかなかやっぱりこう、九州の方の言葉でね、うん、こう、怒りをあらわにするとか、なんかそういうのとかができたのは楽しかったですね。テンション高くて、うわーっと九州弁で喋るわけじゃないですか。うんうんうん、もう俺と森川さんもさっき言いましたけど、ポカーンって。ああ、何を言ってんの？何を言ってんの？何を言ってんだ、この子、みたいな。そういう空気は確かに流れていたね、みたいな、うん。なんかこう、セリフの終わりがどこかわからないみたいな。よどみなく喋るなぁ、みたいな。すげえでも説得力あんの。あれ不思議だよなぁ。結構、台本と違う言い方っていうか、やっぱこう、うん、言い方もいろいろあって、まあ、書き文字とね、自分の、こう、それこそこう、なんだ、法則で、うん、この言葉が来たらこれが出るっていうのが、新人がポラッと流れた時に、うわ、台本と違うこと言っちゃったとかと思うけど、そのまんま、いいや、そのままにしとこう、みたいな。うん、結構ありました。はい。こんなところで告白してどうするみたいな。ということで、まあ。それは喋り言葉と、うん、読み言葉というか、書き言葉の違いですからね。いや、だったら本当にベタで、もっと本当にベタベタに、言葉にしちゃうと、もう本当にそれこそ何言ってるか分かんなくなるから。になっちゃいますね、一応やっぱりこう、全国区で発売される CD だということで、やっぱ全国区で聞いて、何を言ってるかぐらいが、大体なんとなくこう、パッションが伝わるだけじゃなくて、大体大まかに言うてることが分かるみたいな。そうそうそう。ことは大事だからね。最低条件ですからね。そうだね。一応だから、そこが踏まえた上での、九州弁っていう、はい、ことでね。クミコさんいかがだったでしょうかということで、はい、カオルの、神谷くんの一番好きなセリフは、てんてんてん。てんてんてん。僕の、てんてんかな。台本以外の九州弁ということで、はい、どうだったでしょうかみたいなね。はい。はい、いかがでしょうか、はい、その辺聞いてみてください。はい。